大マスコミ、マスメディアがなかなか報じてくれない、テレビやラジオのニュースでもなかなかやってくれない大事なことが、まあ先週というか今週ありました。それは朝日新聞が1982年に従軍慰安婦の問題で強制連行があった、そういう検証を、まあ、ニュースとして出しました。日本はこれ以来、河野談話、村山談話をはじめ、従軍慰安婦に関しては非常に自虐的、ああとんでもないことをやったんだな、国が関与し軍が関与し、そういう女性たちを性の奴隷にしたんだな。ところがこれが検証がしっかりした検証でもなく、証人もちゃんとした証人でもなく、誤報でありましたと朝日新聞が認めました。なぜ他のマスコミ媒体は、また新聞社はこのことに対してもっと敏感になってくれないんだろうか、もっと話し合うべきじゃないだろうか。俺は決して太平洋戦争を美化するものではありません。自分が太平洋戦争に行ってないからこそ真実が知りたい。いつまで韓国をはじめ東南アジアの方々に謝罪をしなければならないのか。そして従軍慰安婦に関してアメリカの、まあ各地に従軍慰安婦像作られたり、パリの漫画展で従軍慰安婦のことを、日本人はとんでもない奴らなんだ、これはひょっとしたら検証したら違った誤った報道だったかもしれない、まあその一端が今回の朝日新聞の誤報でした。まあ自ら認めたんだからそれは潔いと思うんだけど、それに対して他の新聞やテレビやラジオやマスメディアがなかなか反応しない。ちょっと韓国に気を使いすぎてるんじゃないか、また諸外国に対して気を使いすぎてるんじゃないか。我々は真実を知りたいんです。我々は戦争を知りませんから、どんな形で始まってどんな形で終わったか、内容を我々は実体験してませんから、できれば本当のことを、それが自分たちにとって有利であろうが不利なことであろうが、ちゃんと伝えていっていただければありがたいなと思います。